すりをこうやって持って、お願いします。手すりをこうやって、まあ、実際の階段である場合には、今、膝が想定だと、左足乗せましょう。で、こっから、足の上しっかり伸びて登るのが難しいね。で、乗せてね。で、支えて、はい、左に乗りましょう。そう、そしてその上にしっかり、肋骨と体幹からしっかり上に乗って、そう、で、支えて、はい、左どうぞ。そう、そして左足の上に重心、高く乗ります。手すりを引っ張るんじゃなくて、自分が足の上に、はい、どうぞ。こうやってローリングしてしっかり伸びる。でね、左どうぞ。そして、はい、ローリングして伸びます。そしたら、ちょっとこちら側に来てもらえますか。で、降りるときは、真ん中なんで右足から降りますけど、はい、どうぞ。お尻ごと前に降りてきて、そこでしっかり支えて、同じ段になります。そこのところを、まあ、必要があれば骨盤から左に乗って右足、まあ、二足の足を降りてきますと、お尻ごと前としっかり支えて左、繰り返していきましょう。はい、お尻から前、そう、はい、お尻から前、そうです、お尻から前、よし、はい、ストップしてください。で、活動分析研究会でも、まあ、何度かやってきたんですけど、後でね、もう一回見た風景の動画を見せますが、こっから体がぐーっと反り返って、階段の下見ると、非常に怖い。高低差が非常に目立つ。その一つの理由は、この階段の踏みづらっていうんですけど、一個一個の間隔ね、この差が、上から見れば見るほどあんまりしゃがんないわけ。ところがしゃがんでみてましたね。こうやって眺めてみると手前は長くて向こうは狭くなった ね。なのでこうやって眺めると随分と怖さが違うよね。高く低く感じるでしょ。これが大事なので具体的には一段降りて、そうそう、こういうところでね、危なくなければどうぞ両方降りてください。感染とか気をつけながら降りて、でもここに座っちゃいましょう。ね、座ってよくこの手前と向こう側をこうやって眺めてみる。こういう、こう側面構造なんかもね、こうやって眺めて見てみるとよくどういう構造になってて、段差1段1段がどのぐらいあるか、このここも見て、この横面を、そう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 。ね、でもう一回立ってみて、で楽にこうすると、まあ、1段下がってるのもあるけど、こうすごい際立った感じが減るので、で次こうやって降りていこうっていう時に、こうちょっと足突っ張っちゃって内側っていうのが、まあちょっと減ります。一回止めてください。まあ、すごく反り返って、遠くから踏み面を見ると幅があんまり変わらないというのはこういう状況で、それがずっとしゃがんでいくと手前が広くて向こう側が狭くて高さがね、そんなに強調されないような風景になりますから、一回しゃがんでから立ち上がって足が内転しないように降りていくという方法を取った方が怖さが減る人もいます。